あったかいなんか、うん、なんかみんながみんなよくしてくれて、なんかあったかいなんか日向ぼっこみしてるとこみたいな。うん、なんか前より前からもうそういう自分で作るの好きだったのが、さらになんかテラスに来てレベルも上がるし、技術もどんどん見て技盗めるし、成長、いろんな意味でなんか生活が豊か、気持ちも豊かになる。ちょっとしたことに気づけたりとか、季節が今日済んだなとか、いろんなことに前より気づけて、心もなんか穏やかだし豊かになって、色よりも豊かになってきます。施設を利用されている方が作った刺し子の作品が、購入してくださった方々の暮らしを豊かにしていく、そして同時に作り手たちの暮らしをも豊かにしていく、そんな幸せの循環を生み出し続けるブランドです。テラスのプロダクトは作り手の個性が現れているので、一つ一つ作品の表情が異なります。刺し子を取り入れているのは、長く美しく使ってほしい、そんな思いが土台にあるからです。一つ一つ手間をかけて丁寧に作品を仕上げることができる環境づくりを心がけています。そしてたくさんの個性が集まっているけど、一つの集団としてまとまっていることを大切にしています。ほっとする場所でもあり、自分と同じ境遇の人たちが集まる場所なので、居心地が良い場所かなと思っています。私個人のやっぱ能力をやっぱ十分に活かせることができた場所ですね。自分を自信に変えさせてくれた場所。子と子がつながる場所、社会とつながる場所、自分自身を認められる場所、そんな場所でありたいです。そしてこれからの就労支援のあり方を照らす道しるべのような存在になりたいです。